イブン・シャーティルの惑星の運行モデルイブン・シャーティルは14世紀のムスリムの天文学者である。長年ダマスクスの大モスクの無惑キとを務め、刑事に関する著作、宇宙構造論に関する著作がある。イブン・シャーティルの宇宙構造論はアルマゲストの宇宙モデルに独創的な創建を付け加えたものであるが、天道説の一種ではある。 イブンシャーティルの理論が16世紀のコペルニクスに影響を与えたか否か、影響を与えたとしたらどのような点においてかといった議論が科学史研究上のトピックの一つになっている。イブンシャーティルの生涯についての研究は、キングやチャレッテによると、ウィーディメンが最も詳しく世に出ている外説本は皆ウィーディメンを根拠にしている。インシャーティルは1305年前後に ダマスクスで生まれ、1375年前後に、同地で没した。ヒジュラ歴704年第1ラビー月13日に生まれたとするのが多数説であるが、サファディという同時代の年代記作家が、イブンシャーティル本人から、青年月日をヒジュラ歴705年シャーバーン月15日と聞いたと書いている。イブンシャーティルのナサブでもっぱら知られるが、本名はアリー。 父の名は、イブラーヒーム。祖父の名は、ムハンマド。曾祖,祖父の名は、ヒマームアビー・ムハンマド。高祖父の名は、イブラーヒーム・アンサーリーといい、アラウッディンの孫号ムワッキとの職名があった。それらをつなげた名前は、例えば、イブヌ・シャーティル、アラウッディン・アリーブン・イブラーヒーム、あるムワッキとである。また、クンヤとして、アブル・ハサンも知られている。 イブンシャーティルは6歳の時に父が亡くなり祖父に育てられたと伝わる。祖父は孫に造毛細工を教えた。イブンシャーティルには造毛細工師を意味するムタ、イムという尊号もある。イブンシャーティルは10歳の頃にエジプトのアレクサンドリアやカイロへ行き天文学を学んだ。ズーターは イブンシャーティルのエジプト遊学の動機をアブアリーハサン・ムラークシーが1280年頃にカイロで優れた天文表と観測器具を製作していたことにあったのではないかと推測する。その後、イブンシャーティルはムワッキトの職名が示すようにダマスクスの大モスクのムワッキトを務めるようになった。同僚にシャムス・ディーン・アブアブドゥルラー・ハリーリーがいる。 イブンシャーティルの月の運行モデルイブンシャーティルの著作で、最も重要なのは、天体の運行の理論を扱った著作であるが、その他にケージの、刑事の学、刑事のための観測機械についても多数の北部とリサーラを表し、また、随時を編纂した。刑事の学に関する著作は、同僚のハリー・リーの同分野の著作に比べると、重要性が低い。 啓事のための観測機械に関する著作については、15世紀から18世紀にかけての約300年間、イスラーム圏における天体観測に関する学術の中心地であった、シリア、エジプト、トルコで広く読み継がれた。イブンシャーティルの観測器具、特にアストロラーブは、球面天文学における標準的な問題をすべて解決しており、 中世イスラーム圏の精密科学発展の到達点を示すものであるという表もある。啓示のための観測器具の著作の需要とは、対照的に、天文理論に関する論文は、イブンシャーティルの没後、シリアでも、エジプトでもほとんど需要されなかったようである。ところが、16世紀のコペルニクス、天球の回転についての理論が、 天文定数の違いや地動説であることを除くと、ほぼ、イブンシャーティルのものと同じであることが、1950年代から注目されるようになった。イブンシャーティルは、最初、プトレマイオスが、アルマゲスト等で示した宇宙モデルに忠実に従った、天文表を作成しようとしたようである。しかしこれは、写本が伝承していない。その後イブンシャーティルは、 天体観測と観測に基づく彼の新たな天体のモデルの決定について天文観測についての注釈の書を書いたがこれも現代に伝わらないその後に書かれた原理の修正における究極の探求の書は前著で扱った新たな天体モデルの理論的な背景を明らかにしたこれは写本が現代に伝わったさらにその後に書かれた 新天文表は、イブンシャーティル最後の著作であり、これも写本が現代に伝承した。新天文表に、記載の数値は、イブンシャーティルの心理論と、新しい天文上数に適合する数値である。なお、現存する著書には、日没から夜明けまでの時間の長さやマグリブの礼拝の時刻が、書かれているが、これらの数値や時刻はすべて、 北緯34度の地点における数値や時刻である。青い波線がイブンシャーティルの惑星の運行モデル。黒い実線はプトレマイオスのモデル。赤い波線はウルディのモデル。古代後期のプトレマイオス、アルマゲストの理論は、比較的単純な天動説的な理論で、天体の見かけの位置を十分な精度で説明できた。その一方、地球を中心とする。 等速回転に加えて、終点円離心円エカント、軌道面の振動といった仕組みを用いた。これらは、アリストテレス的な自然学に反するのみならず、物理的なモデルとしては、直感的にも、不自然であった。また、天体の見かけの大きさ、すなわち地球までの距離についてはあまりよく、説明できなかった。特に月についての誤差は、著しく、 一つの課題として残されていた。イブンシャーティルは、原理の修正における究極の探究の書でこれらの問題を扱った。後に、コペルニクスが新たな体系の模索を始める動機も、これらの問題が関係しており、また、コペルニクス、天球の回転について、とイブンシャーティルの後継の理論は、天文上数と、天動説地動説の差を除けば、ほぼ同一である。 プトレマイオス理論の問題点の指摘は古く、アルマゲストの中にすでにいくつかの問題が告白されている。その後もたびたび批判はあったが、10から11世紀のイブンハイサムは、プトレマイオスへの会議などの著作でそれらの問題点を包括的に指摘し、また曲がりくねった運動の困難の解決という論考で、軌道面の振動への代案を提案している。 同様の試みは、東西のアラビア語圏の天文学者や哲学者の間で続けられた。その中で、マラーガ天文台で活動したことのある理論家たち、すなわちナスイール・ディン・トゥースイー、ムワイア・ドゥ・ディン・ウルディクトゥブ・ディーン・シー・ラージーラは、回転速度を許容する仕組みや軌道面の振動を、弾の等速回転の組み合わせで説明することを、目指した。イブニシャー・ティルは、 マラーガ学派の成果と問題意識を引き継いだが、さらに理心円も許容されないとした。例えば、彼の外惑星と金星の後継のモデルは、ウルディとほぼ同じで、ただし、ウルディが理心円を用いていたのを、アルマゲスト3、1の議論定理を用いて、終点円を一つ追加することで回避している。その結果、プトレマイオスは円を二つ。 ウルディが3つ使ったのに対し、イブンシャーティルは4つ用いることになった。彼の理論では、不動の地球 T を中心にして、等速円運動する点 CL を考え、さらに CL を中心としてを中心にして、等速円運動する点地を、地中心に、等速円運動するチェを想定する。惑星はチェを中心に、終点円に沿って、等速回転する。なお、 水星の運行の説明には、樹園と終点園を合わせて、プトレマイオスが3つの円を用いている一方、イブンシャーティルは6つを用している。このように円の数は、増えるが、外惑星と金星の場合、付け加わる円の半径や、回転周期は、離心率や樹園の回転周期と連動しており、モデルの指定に必要なパラメータの数は、プトレマイオスの理論と変わらない。 惑星の気抜きの理論については、アルマゲストでは、円の傾きを上下に振動させて説明していたが、彼は、おののの円を一定の角度で傾けて、外惑星については、ほぼ、プトレマイオスの理論と同様の結果を再現した。これらの成果では、アルマゲスト理論の物理的な不自然さは軽減したが、一方、理論を書き直しただけとも言えた。 両者はほぼ変わらない振る舞いをすることが保証されているので実際の計算はどちらでやっても良い。それに対して月と太陽の見かけの大きさについてはイブンシャーティルの理論はプトレマイオスの理論を改善している。プトレマイオスの天文理論は特に月の運行に関して観測結果との不整合が大きいことが約1000年の間多くの学者を悩ませてきたが 二次終点円を用いるイブンシャーティルの説明モデルにはこの弱点がなかった。また、太陽の見かけの大きさについては、プトレマイオスはそれを普遍としており、明らかに彼自身の太陽のモデルと矛盾していた。イブンシャーティルは太陽の視直径の最新の観測データをもとに、プトレマイオスのものとは異なる新たなモデルを作った。また、太陽の軌道離心率や、 エ地点の移動速度といった常数を改定し、校舎が春分点の移動速度とは異なることを明らかにした。キターブ・ニーハー・ヤートアルス、ウル・ファイタ・シール・アル・アスルの西洋近代語への翻訳は1950年代にケネディ・ロバーツ・エトールにより初めてなされた。これにより、コペルニクスの天球の回転についてや、 コメンタリオルスコメンタリオラスにおける惑星の運行モデルがイブンシャーティルのものと極めて類似していることが分かった。14世紀シリアの天文学地の16世紀ヨーロッパへの生前については、夫のイゲバウアー、エドワード・ケネディ、ウィリー・ハートナー、ノエル・スワードラオ、ジョージ・サリバ、ジャミル・レイ・ジップラの研究があったが、反論もあり、イブシャティルの天文学そのものを含めて、 研究はまだまだ予備的な段階にある。イブンシャーティルの人形が設置されている、ウマイアモスクの、花嫁のミナレット、花嫁のミナレットという通称があるダマスクスの、大モスクの北壁に付設されたミナレットには、イブンシャーティルが制作した人形が設置されている。21世紀現在、そこに置かれているものは19世紀末に設置された、精密なレプリカであるが、オリジナルは、 ダマスクス国立博物館の中庭にある。イブニシャーティルがウマイヤモスクのミナレットにこれを設置したのは1371年のことだと伝わっている。イブニシャーティルの人形は幅2メートル、奥行き1メートルの方形の大理石であり、複数の曲線が大理石表面に彫られている。中央に設置されたグノーモンはダマスクスにおいて 天の曲の方向と平行になるような角度がつけられており、その影が指す位置を無脇人が、蒸気曲線を頼りに読むことによって、定時法で時刻を知ることが可能になっている。かつて、グノーモンが天の曲を指す人形は、ヨーロッパ人の発明であると信じられていた時代があったが、イブンシャーティルの人形は、そのようなヨーロッパ優越士官を覆す。 客観的証拠の一つになっている。また、アレッポには、宝石箱という通称を持つ、イブンシャーティルによって制作された、もう一つのヒト系が保管されている。このヒト系は、12センチメートル角の大きさで、シリア地方における、おおよそのズフルとアスルの礼拝の時間を示す。さらに、方位自身を有し、シリア地方における、大まかなキブラもわかるようになっている。 中東地域の天文学史の専門家、デイビッド・エイキングによると、サファディという同時代の年代記作家が、イブン・シャーティルの制作したアストロラーブについて記述している。キングによると、サファディの記述は曖昧かつ難解であるが、概ね次のようなことが書かれている。サファディがイブン・シャーティルの家を訪ねたところ、ムアッキとは自分が制作したアストロラーブを見せてくれた。 それは、アーチ状の長さ35センチメートル程度のもので、壁に設置されており、可動部がた日で一周する。さらに、定時法と不定時法の両方で時を知らせる。おそらく気候部は、壁の裏にあると思われる。アストロラーブというよりは、時計と思われる。この機械は現存せず、この機械に関するサファディーの難解な記述以上の、情報は存在しない。 ありがとうございます。